どうも、キスケです。本日はドラゴンボールの新作映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーローの新情報が出たので、そちらの方を一緒に見ていこうかなと思います。こちらの新情報がですね、ニューヨークで開催された、コミコンで、発表があったということなんですよね。まあ知らない人もいるんじゃないかなっていうぐらい、あまりなんていうんかな、耳に入ってきづらい、なんか情報源というか、まあ僕だけかもしれんけどね、みんな把握しとったかもしれんけど、ドラゴンボールスーパースーパーヒーローの情報が、新たに結構大量に、紹介されたので、そちらの方を見ていきます。はい、まずはですね、まあ、新キャラというか新ビジュアルといいますか、そういったキャラクターが3名ほど出てきたので、そちらの方を見ていきましょう。まずはこちら。はい、誰かわかりますか皆さん。これね、デンデですね。デンデ、まあ時系列的にはブーを倒してから少し時間が経ってる、なのでまあ少し大きくなったっていう、ことをおっしゃってましたね。うん、でかいねいい顔つきにはなってますよね。はい、じゃあお次こちら。はい、まあこれはわかるね。ブルマですね。ブルマ、まあブルマのデザイン的にもやっぱりかっこよく可愛く美しく、なんかその辺に気ぃつけながら、まあ、作成したと。で、髪型はショートですね、うん、にしてちょっとクールな女性を演じさせたっていう、ことを言ってましたね。はい、じゃあお次こちら。カリンですね。カリン様、はい、こちらも、鳥山明先生が書いたということらしいですね。なんか気ぃつけたところがあって、体のバランスと猫感猫だよっていう感じを、気ぃつけながら作ったらしいです。うん、まあ、なんかプロデューサー曰くこの足の上に乗ってるお腹とかね、持ってる手とか、その辺が非常に猫っぽくないですかみたいなことを、まあ、おっしゃってましたね。はい、非常に可愛い3キャラクターが、まあ、登場したと、いうことですね。で、前回の情報だと、なんかパンちゃんとか、その辺が、まあ、公表はされてましたけども、今回はこの3人、デンデと、ブルマと、カリンになります。はい。じゃあ、お次ですね。お次はですね、その、ニューヨークのイベントで初めて、公開された、まあ、PV って言っていいのかちょっとよくわからないんですけども、まあ、映像がね、本編映像が流れたということで、そちらもちょっと一緒に見ていこうかなと思います。まずはざっと見ていきましょうか ね。まずはこちら。はい、怪しいですね。で、次こちら。怪しいですねで、こちら。はい、めちゃくちゃ悪そうですね。うん、悪そうだね。はい、でここに悟空映ってますね。ここに悟空で、前回紹介したなんか1号&2号みたいなヒーローのキャラクターもここに2体いますね。で、これベジータで、これマジンブーで、これが先ほど言った2号の方ですね。で、これが新しく、まあ書き下ろしされたって言っていいのかな、パンちゃんですね。で、これが、ビームですね。はい、これが悟空ですね。これが悟空の股間ですね。はい、スクショちょっと下手くそで申し訳ないですねはい、2022年に、上映されるということです。はい、でこのまあ2022年の奥にミスターサタンが映ってますねこう真似してんのかな、可愛らしいですね。はい、ということで、まあ前回の情報から知ってたとは思うんですけども、完全 CG のアニメになると、いうことで、まあどうなのかなとは思ったんですけど、動き的にはやっぱり CG ならではのヌルヌルさっていうのは結構ありましたね。まあ質感はどうなのかなとは思うんですけど、まあ結構期待が持てたっていう感じですね。はい。で、プロデューサーさんが言ってたのが、映像が綺麗でとにかくスタイリッシュだと。うん。で、新キャラクターがたくさん出てくるよって言ってましたね。まあ、この冒頭でも、この辺ね、全員知らないですよね。全員知らない。ほとんど新キャラクターで埋め尽くされてるということです。
で、小物や道具に凝っているということですね。まあ CG だからこそその辺に凝れたのかなっていう感じはしてます。でテーマはポップ、うん、なんかガチャガチャっとバトルものっていうよりかは、まあストーリー、ドラマーパートとバトルパートのバランスがいい感じっていうことを喋ってましたね。はい。まあこれまでにない質感や色使いをして、作り上げたと。まあ CG なんでその辺がね、どうこのユーザーに受け入れられるかっていうところはちょっと心配ではあるけどね。個人的にはやっぱり CG じゃなくて手書きで見たいっていうのはあるっちゃあるんやけど、まあ面白ければいいと思ってるんでね。はい。で、最初に出てきたキャラクター、まあこれですね。こいつ、こいつ、こいつ。この辺は、まあ本作の重要人物だと、言っておりました。で、パンちゃんとピッコロが大活躍する映画らしいですね。その鳥山明先生が、なんか言ってましたよね。ちょっと意外なキャラクターが活躍するかもって言ってたキャラクターがパンちゃんとピッコロらしいです。うん。なんか、その時の予想は、新キャラクターっていうかボスキャラとしてセルが来るんじゃないかとか、クーラが復活するんじゃないかとか、ブロリーつながりで何でも復活させときゃいいやみたいな、うん、そういう感じで、まあ懐かしい敵キャラクターが復活するんじゃね、活躍するんじゃねっていうことを予想しとったんやけど、パンちゃんとピッコロらしいですね。はい。でピッコロがパンちゃんを修行につけてると、うん、いうことらしいです。ご飯2世ってことやね。相当強くなんじゃねえかって思うんやけど、まあまあピッコロがパンちゃんのことを修行つけてると。で、新しい1号と2号チラッと出てきましたよね。こいつが2号で、まあ、1号はここに、ちっちゃくいるんですけど、まあこの角が1本バージョンで赤いバージョンですね。うん。こいつらは悪者なんでしょうかっていう質問がね、プロデューサーにあったんですけど、そこは濁してましたね。どうなんでしょうかねっていうことで、まあ濁してましたと。うん、本編で確かめてくれよっていうことだと思います。で、名前が発表されました。この2号と、この赤色の1号。名前が、ガンマ1号とガンマ2号ということになります。はい。初ですね。初めて、名前が出てきましたね。はい。ということで、こちらのね、映像でも、なかなか不可思議なものがちらほらと、映り込んではいるんですけど、まあ、勘のいい人は気づいてるでしょう。レッドリボン軍ですね。レッドリボン軍が登場すると、ここはちょっと暗くてね、見づらいんやけど、まあ、ここはもう確定ですよね。レッドリボン軍。まあ、だから、レッドリボン軍でしょ？レッドリボン軍のなんか、ちょっとお偉いさんの息子みたいな感じかな。見るからにそうやね。見るからにもう悪そうやね。で、この辺も多分レッドリボン軍の何かなんでしょうね。うん。で、野沢雅子さんがなんか生放送の最後の方でインタビューしてらっしゃったんですけど、なんでレッドリボン軍はあんな非道なことができるんだ、ひどいですよって言ってたんで、確定ですよね。今回の敵は、まあ、レッドリボン軍っていうことになるのかな？うん。その辺はちょっとわからないですけどね。ってことは、まあ、今の悟空とかベジータとかからすると、多分そこまで規模の大きな、話にはならないんじゃないかなっていう。それこそ、先ほど言ったパンちゃんとピッコロが活躍できるぐらいの敵キャラっていうことになるんじゃないかなっていう、うん、気がしてますね。はい。で、最後の方。これですよ、皆さん。このシーンね、ほんまにもう 0.5 秒ぐらいのスピードでね、こう上から何者からかドーンって降りてきて、悟空がそれを避けてるっていうシーンがね、ほんまに数秒あったんですけど、これ、ね、降りてくる人物を見てください、これ。これ見えてるかな、これ。見えてるね。これブロリーですね。ブロリーが出ます。出てるもんね、もうすでに。ブロリーが上からこうピューって降りてきて、地面にバーンって着地して、砂煙の中から悟空がこうバク転しながら出てきたっていう構図なんですけど、ブロリーがまさかの2作連続登場すると
いうことで、多分味方でしょうね。多分。で、個人的には、その、悟空、ベジータ、ブロリーの方でなんか、脇っちょでちょっと話が進んで、パンちゃんとピッコロとレッドリボン軍のこういざこざが、こう別の視点でこう描かれるみたいな、そういう話の内容になってんじゃないかなって個人的には予想するんやけど、だってね、お前レッドリボン軍とブロリーぶつけてみてくださいよ皆さん。レッドリボン軍もものの数秒で滅ぶでしょ。それはもう今の悟空とベジータにぶつけても多分一緒やとは思うんやけど、まあ多分なんかそういう構造になるんじゃないかなとは思っております。はい、そしてはい、この辺ですよね。この辺多分ね、これレッドリボン軍のなんかボス的な位置なんじゃないかなと思ってて、このメガネかけてるんで多分この冒頭で出てきたこいつなんですよね。悪い顔してますよねこれ、近づいたら。で、目元もまあ似てるんで多分息子なんじゃないかな、この子が。で、レッドリボン軍としてこのベジータとか悟空、そして魔人ブー、まあ悪そうに書いてますもんねこれ。悟空をな、まあ、指名手配とかにして、トライを倒そうみたいな感じになってるんじゃないかなとは思います。うん、で、ここにねガンマ1号とガンマ2号がいるんですよね。まあだから最初の方はこのベジータとか悟空、魔人ブー、この人物を捕らえろってレッドリボン軍から指令されてこう倒しに来た警察官みたいな、なんかそっち系の人物で、結局なんか話してみたらレッドリボン軍が悪くなって一緒にレッドリボン軍を倒すみたいな、そういう話になってんじゃないかなっていう、気がしてるんですけど、まあ想像通りには多分いかないとは、思うんでね。はい、非常に公開日が楽しみになってきました。まあ来年ですね、来年のいつかはまだ発表されてなかったんですけど、まあ来年の、まあ下旬中旬あたりぐらいにはまあ来るんじゃないかなとは思いますね。いますね。はい、ミスターサタンも指名手配になってるのかなこれ。あ、サタンって書いてんなこれ。え気づかんかった。あ、ブーって書いてるわ。ベジータって書いてるわ。これ悟空ですね。はい、ここになんか分析されてますね。うん、いやちょっとね、まあこれぐらいですね新情報は。まあ、非常に楽しみ。まあ大体分かったのが、ブロリーがいるっていうこと、まずこの映画には。で、パンちゃんとピッコロが非常に活躍する映画だと。こいつは敵か味方かまだわからないよっていう。で、多分敵がレッドリボン軍なんじゃないかっていう、まあそういう予想ができる映像だったと、思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあドラゴンボールスーパースーパーヒーローを CG 作品って聞いてね、正直心配ではあったんですけど、まあ映像を見た感じだと別にそこまで問題はないように見えますね。実際に見てみないとはわからないんですけど、非常に楽しみです。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。